ロード画面かわいい。ニワトリさんとひよこさんひょっこりしましたね。ってことで、マーベラスさん、牧場物語、完全新作、本日発売でございます。おめでとうございます。やったー、やっと遊べますね。はい、ダウンロードコンテンツ、ニールのジャケットスタイルが追加されました。私、今回も、ダウンロード版を購入しているんですけども、購入特典がね、ニールというキャラクターのジャケットをいただくことができました。まあ、ニールについてはね、後々語りたいと思うので、一回閉じましょうか。あとは、カナタとナナミのウエスタンスタイルが追加されました。これは、オリジナルの作品の前作ですね。三つの里の大切な友達の主人公の衣装が追加されましたと。あとは、ピートとクレアのオーバーオールスタイルが追加されました。これは、ミネラルタウンの仲間たち、もしくは最下位のミネラルタウンの主人公の衣装が追加されましたと。あとは、ユートとナオミのパーカースタイルが追加されました。これは 最下位のミネラルタウンで追加された主人公の衣装ですね。いっぱいもらえたな、嬉しいな。いいんですか、こんなんタダでもらってしまって。ありがとうございます。ということで、リメイクとコラボを除いてだと約5年ぶりの新作になるのかな。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地。はあ、ずっとこれ楽しみにしてたんですよね。完全新作。しかもね、スイッチで出るっていうのがね、嬉しいですよね。はあ、やっと遊べますね。はい。ちょっとオプションから確認します。なんかいろいろあるな。あ、実績とかここから見れるようになってるんだ。なるほど。ボイス、そっか、ボイスがあるのか。ちょっとボイスをさ、大きめにしときましょうか。まあ、よくわかんないから、こんな感じでいいでしょう。あれも続きからがあるけど、なんだろう。あ、オートセーブがあって、で、お、10個までセーブできますよ。嬉しいですね。やっぱセーブのね、スロットの数は多い方がいいですからね。ということでね、じゃあもう早速始めていこうかなと思います。新しく始めましょう。難易度を選択してください。普通モード、優しいモードにあるゲームが優しくなる設定はありません。やりがいのある普通のプレイ。普通のプレイ 文章変えちゃった。やりがいのあるプレイができます。優しいモード。出荷額に補正がかかり、お金が稼ぎやすい。プレイヤーの体力が減りにくい。仲良し度が上がりやすい。スキル経験値の獲得量が増える。店の商品が安くなる。初めて牧場物語やる方とかだと、優しいモードの方が良かったりするんですかね。まあ私はね、何作か経験してるんで、普通モードでやらせていただきましょうか。あー、どうしよう、始まっちゃった。楽しみだ。私自身ね、牧場物語のオリジナルの新作をやるのが、つながる新天地ぶりなんですよね。再開のミネラルタウンはやったけど、いやー、久々の新作ですよ。お、オリーブタウン。昔、おじいちゃんが仲間たちと開拓した街。オートで送ることもできるんだ、文章。で、ログ。あ、ログも確認できると。なるほど。子供の頃に聞かせてくれた仲間たちとの話はどれも輝いていた。やっぱおじいちゃんが牧場主してるパターン多いんだな。大人になったら、オリーブタウンに住むのがずっと夢だった。おじいちゃん？ 彼ですか、おじいちゃん。おじいちゃんの牧場を継ぐっていうのが、牧場物語あるあるって感じになってるな。で、キャラメイクですね。見た目を決める。今回もね、キャラメイクができるみたいなんですけども、顔立ち、性別は？そもそも性別、性別って、は？ あれ？こっから変えんのかな？あー、あ、女の子の顔。
パッチリ顔。やっぱまつげが生えてるのがいいな。あー、結構いっぱいあるな、種類。どうしよう。性別はまだ変えれないの、ここの画面では。どうなんだろう。じゃあキャラメイクやっていこうかな。あ、髪型、女の子の髪型もあるから、後で性別を変えれるようになるってことですかね。てか最初からデフォルトの髪型以外にもできるんですね。え、もう楽しいんだけど、どうしよう。あ、もうツインテールとか最初からできますよ。最初からできるんだ。なるべく自分のね、チャンネルのキャラクターに寄せていきたいなと思っておりますので、それで作っていこうかな。え、ピンクゴールドかわいいな。え、どうしよっかな、色。もう早速いっぱい選べますもんね。わ、すごい。最初からこんなできるんだ。最初は選べないかと思ってましたね。髪色とか髪型とか、後で多分変えれると思うんで、最初このピンクゴールドで行ってみようかな。派手すぎ？派手すぎかな？キャラメルブラウン。いや、ピンクゴールドで行こう。後で変えれるしね、きっと。で、ボイスがあると。よし、男の子の声なんだけど。ちょっと待って。よし、あ、よし、4種類ある。じゃあ、性別は後から変えれるな、きっと。どうせだから可愛い声にしとこうか。ゲームの中だけでも。ゲームの中だけでも可愛い声にしておきましょう。モーション。モーションとかあるの？まあ、一応女の子でやるつもりなんで、チャーミングにしときましょうか。で、洋服。これはじゃあまあ女の子だし、こっちにしときます？この見た目でよろしいでしょうか。OK。最初からこんなキャラメイクできるんだ。すごいな。これ私ですね。性別という概念はないのか？おー、もう歩いてる。ドキドキするな。あ、バイクの色。バイクは必須なんだ。何色にしよう。緑。あ、緑いいな。ピンク。あ、白もかわいい。白もかわいいな。黒もいいよな。黒もいいんだよ。グレーもいいな。どうしよう。どれにしようかな。白と黒で迷うな。どっちにしようかな。白にしようかな。ホワイトでいきましょう。かわいい。バイクも選べるんだ。バイクに乗れるんですよね、今回。結構アウトローな主人公だな。あ、もう早速バイクに乗ってる。バイクでオリーブタウンに向かってるんですね。可愛いんだけど。可愛いんだけど私。こんな可愛い顔してバイク乗ってるのいいですね。で、都会から、まあ、オリーブタウン。結構自然が多い島？島っていうか土地みたいですけども。そこに引っ越すことになると結構長い間バイクで移動してるんですね。タフだな。牧場主としての素質がありますね。で、今回は主人公だけじゃなくて他のキャラクターも喋ったりするんですよね。まあ、フルボイスではないでしょうけど。テントだ。おこじょとかいる。かわいい。あ、これはオリーブタウンの看板だ。オリーブタウン、このまま直進。新しい土地ワクワクしますよね。はぁ。楽しみだな。着いたのかな？春だ。桜咲いてますよ。あれ？これバイク故障したのでは？お。何かね、君は。もしかして、そのバイクで来たのか。バイクで来たぜ。はい、そうです。いいえ、違います。いいえ、違います。選びたい。いやいや、嘘ついちゃいかん。そのくらい見てわかるぞ。もう嘘ついても、
正直に言っても一緒っぽいな。それにしてもご苦労なことで、それでバイクがこんなことに。壊れちゃいました。心配いらん、バイクの修理はわしが手配しよう。バイクのね、バイク屋さんがいるんですよね。道具屋のクレメンスって男に預けておく。後で取りに行ってくれ。そっか、道具屋さんなのか、クレメンスさんは。あー、それで、君の名前は、君の名はってことで、ここで名前を決めれると。名前は後から変更できないそうです。じゃあ名前ね。はい、じゃあ名前、今回は、ブモちゃんではなくブモチで行こうと思います。前回ね、あの再開のミネラルタウンやった時にブモちゃんちゃんとかブモちゃんくんとかね呼ばれて個人的には好きだったんですけど、ちょっと読みにくいなって思ったので、今回ねブモチで行こうと思います。牧場主の名前はブモチでよろしいでしょうか。この名前にする。なるほど、ブモチか。はて、聞き覚えがあるな。あるの？もしかして君の誕生日はあれ、あれじゃないかな、あれ。なんで私の個人情報知ってんの？ってことで誕生日の選択ですね。じゃあ今回は本当に私の誕生日でいきましょう。私11月15生まれなんで、冬の月15にしよっかな。11月って秋なのか冬なのか微妙な感じですけど、まあ、冬にしときましょう。誕生日は冬の月15日でよろしいですか。後から変更できません。この誕生日にします。イベントと被ってないけどといいけど、そう、冬の月15日よく覚えてるよ。なんで私の個人情報を知ってるの、この方は。怖い。え？20年前に生まれた愛らしい男の子。あれ？女の子。あ、で、ここで性別選べるんですね。男の子、女の子、女の子です。性別は女の子でよろしいでしょうか。この性別にします。主人公はオリーブタウン出身なの？そうそう、女の子。目の前にいるのに、こりゃ失礼。確かに失礼な話だ。いやいやいや、あいつの孫が訪ねてくるとは。おじいちゃんの知り合いなのか。来たまえ、案内してあげよう。君のじいさんが手塩にかけた牧場がある。そっか、もともとおじいちゃんはここにいたんだもんね。おじいちゃん、ねえ荒れてるんだが。どうした？本当にここは牧場なのか？と言いたげな顔だな。まさにその通りでございます。彼でも君のじいさんがいた頃は牧草輝く綺麗な牧場だったよ。牧場の名前は何だったかな。じいさんから聞かなかったか、この牧場の名前で。牧場の名前も決めれるんですね。前回ね、再開のミネラルタウンやった時は久々の牧場とかいう名前つけちゃいましたけど、今回はね、いつも私が牧場物語とかやるときにつけてる名前にしようかなと思います。はい、じゃあ牧場の名前、箱庭牧場にします。まあね、元ネタはね、私の好きなロックバンドが元ネタなんですけど、可愛いですよね、箱庭牧場って。これにしよう。牧場の名前は箱庭牧場でよろしいですか。この名前にする。そうそう、箱庭牧場、興味があるか。それならわしが基本的なことだけ教えてあげよう。興味があるからここまで来たんだよ、バイクで。で、ここからチュートリアルに入る感じですかね。これを渡しておこう。南山書、牧場を開拓するための道具だ。見ての通り、今は荒れ放題の牧場だが、その道具で素敵な牧場に変えてほしい。はい、道具とアイテムの使い方。アイテムバーの中にあるアイテムを左右のキーで選びましょう。選んだ状態で Y を押すとアイテムを使うことができます。ほい。カバン、手に入れたアイテムはカバンに入ります。
X で手帳を開いて確認できます。開拓するときは木や石には注意するんだぞ。石や木には特別な道具が必要なんだ。斧とハンマーですね。木の前に立って斧を使うことで木を切ることができます。石にはハンマー、草には鎌を使って牧場を開拓してみましょう。慣れないうちは戸惑うかもしれんが、徐々に慣れていけばいい。それと疲れてきたらテントの中にある寝袋を使ってくれ。一晩ぐっすり眠れば疲れも取れるだろう。今回まだ家がないんですよね。最初テント生活から始まるみたいです。過酷すぎる。はい、寝る。自宅っていうかテントだけどね。自宅のベッドで寝ると体力が回復します。ゲームの進行状況が自動で保存されて翌日になります。寝るのは大事ですね。教わったことはメモしておくといい。そうすればテントの中のノートからいつでも確認できるぞ。遊び方の確認。今まで聞いたゲームの遊び方は自宅内の本または本棚を調べれば再確認できます。もうこの絵がさ、もうテントの端っこに本積み重ねてるだけっていうのがまた物悲しいな。ここまでは大丈夫かね。わからなければもう一度教えるぞ。大丈夫。いい笑顔。よろしい。さてまだ説明することはあるんだが、今日のところはこれくらいにしておこう。まずは今日覚えたことを試してみるといい。そうしたら明日作物の育て方を教えよう。あ、そうそう、わしこの町の町長なの。町長さん、町について気になることがあったらわしに言ってくれよ。町には他にも住人がたくさんいるから挨拶して回るといい。君も早く顔を覚えてもらいたいだろう。大事、町の人との交流。それじゃあまた明日。ありがとね、ビクトルさん。かわいいおじいちゃんだったな。はい、ということで新しい称号、木こり始めました。草刈り始めました。まだ始めてないです。採掘始めました。はい、新しい称号、始まりの牧場主ということで、所持金が3000ゴールドで、今作は室内にいても時間が進むやつだ。あの最近の牧場物語と同じですね。で、カレンダーからチェックしたいんですけど、もうあれですね、住人の人たちと会ってなくても誰がどこの誕生日なのかっていうの分かる感じなんですね。自分の誕生日をチェックしたい。あー、かぶってる誕生日。誕生日かぶってる。しかもこの恋愛候補のデイモンくんとかぶってるじゃないですか。あー、誕生日かぶり。まあでもイベントとかぶってなければ誕生日かぶりはいっか。旗立ってるのが多分イベントですよね、釣り大会。はい、なるほど。まあ誕生日かぶっちゃったけどいいでしょう。で、マップ、誰が今どこにいるかっていうのがきっとこれでわかる感じですかね。施設の情報。あー、でここで定休日とか営業時間とか見れると、お店いっぱいあるな。で、これは西部かな？違うな。これはいろいろやり込んだ情報が見れると、道具袋から道具を出し入れできます。必要な時に道具袋から取り出したり、不要な時は道具袋にしまったりして便利に活用していきましょう。ということで、ロックされてるのはアップグレードで使用できるようになると。なるほどね。で、これはスキルかな。ゲージが溜まればもっと効率よく道具を使うことができるって感じですかね。コミュニケーションって何ですか。会話のスキルもいるんですか。住人のみんなと会話しよう。やん、コミュ障大変。で、木の道、これは牧場エディットで
使えるものって感じですかね。まあまだまだ先の話だな、それは。で、これは何？誕生日、まだ出会ってません。これは町の住人との U コードが見れるって感じかな。で、カレンダー戻ってきたと。なるほどね。これは？あ、X からも同じ操作ができると。ラジオ。ラジオで天気予報を聞くことができます。牧場生活において翌日以降の天気を知ることはとても大切なことです。テレビじゃなくてラジオなんだ。最初だからかな？皆さんお元気でしょうか？お天気予報のお時間です。うん、今日は晴れですね。晴れの日は思わぬ出会いも多い天気よね。明日は？明日も晴れ。たまには何もせずのんびり過ごすのもありよね。ちょっとセリフ変わるの楽しい。明後日、太陽の光を浴びる絶好のチャンスよ。バリエーションいっぱいあるじゃん。以上、お天気予報でした。また明日、バーイ。翌々日まで天気がわかるんだ。あ、便利だな。で、これでセーブができると。あ、じゃあせっかくなんでセーブしときます？ここ。やった！箱庭牧場。まあ、まだやるんですけど。で、ノート。あ、これは聞いたことをここで再確認できるって感じですかね。で、これは図鑑。はあ、コンプリート要素だ。いろいろ解放させる楽しみが増えましたね。で、ヘルプなんかもここで確認できると、なんだこれ。あ、これ、持ち物。ここで切り替えできるってことか。まあ、これで行きましょうか。じゃあ、外出ましょうか。わあ！あ、もう何してもいいのかな？え、じゃあちょっと街に行きたいけど、どうやって行くのこれ。マップ。うん。自分の現在地は、ここには表示されてないですよね。位置関係わかんないけど、北の方にあるのかな、牧場は。ちょっと、じゃあ南に行ってみます？なんか始まった。畑に種をまけば作物を育てられます。町長に農作について教えてもらったら種をまいてみましょう。ここが畑になるのか。畑の位置とかも今回は本当に自由に。玉ねぎがありません？玉ねぎがあった。星ゼロの玉ねぎがもうすでにあったんですけど、食べるっていうのもできるけど、え、これ、え、どういうこと？自然の作物を発見したら収穫しましょう。出荷すると新しい種がお店に並びます。ってことは、これを出荷しないとお店に新しい種が並ばないってこと？じゃあこれ、食べるっていうよりも出荷しちゃいましょうか。これで5個取れたと。で、これ出荷箱だよね、きっと。お、単価286ゴールド。結構するじゃん。あ、いいのでは？すでに稼げるのでは？つかみモード。分割して戻すとかもできるんだ。へえ。とりあえずじゃあこれで出荷しましょう。はい。え？北。あ、北に行くんだ。あ、じゃあ、オリーブタウンの南にあるってことか、牧場は。思ってたのと違いましたね。おー、町だ！町だ町だ！ちょ、人に話しかけたい、まず。サイモンさん。あ、ブモチくんだろう。ビクトルから聞いているよ。私はサイモン。娘に譲った雑貨屋の手伝いをしている。あんたのじいさんは一緒にここを開拓した仲間だよ。懐かしいね。あ、そうなんだ。へえ。あ、じゃあみんな私のおじいちゃんのこと知ってるって感じなのか。ジェシーさん。あら、こんにちは、あなたは。あなたがブモチさん。そういえば、おじい様の面影があるね。似てるんだ、おじいちゃんと。私はジェシー。あなたのおじい様のことはよーく知ってるわ。有名人だ、おじいちゃん。
ちょっと話しかけるとみんな喋りますね。かわいい。動物屋、ママルスハウス。ママルスハウス。はぁ、入ってみましょうか。動物屋さんはね、これからお世話になりますからね。動物やペットを販売しているお店です。牧場にいる野生の動物を手なずけると、購入できる動物の種類が増えます。そっか、野生でいるんですよね、そういえば。家畜とかも。すごい世界観だな。で、この子。あ、ちょ、顔が見えないな、この話しかけ方だと。ブリジットちゃん、はじめまして。まあ、牧場を継がれるんですか、素敵ですね。私、ブリジットです。動物の扱いには慣れています。何かあったら声をかけてくださいね。この子は恋愛候補のキャラクターですね。今回はね、立ち絵が出ないんでね。あ、カメラ切り替えできる、こんな感じで。あ、でもすぐ戻っちゃう。今回立ち絵がないんでね、みんなの顔とかがね、ちょっと確認しづらいかなって感じなんですけども。お、この街って人より動物の方が多いかもしれないってたまに思うの。そんなに動物いるんだ。で、立ち絵はないんですけども、キャラがね、細かくね、動いたりするから、それで感情が確認できると。で、デイモンくんじゃない、今の。消えた。デイモン氏が消えた。じゃあこの人話しかけましょう。あら、パトリシアさん、はじめまして。あなた、ブモチさんよね。私はパトリシア、動物屋をやっているの、覚えておいてね。おう、スキル。牧場生活にまつわる様々な行動をすると、スキルのレベルが上がり、腕前が上達します。レベルが上がると特性を身につけたり、新しいクラフトレシピを習得できます。今回クラフトっていう要素もあるみたいですね。お、コミュニケーションレベルがアップ。ブリジットちゃんのお母さんがパトリシアさんって感じなんですかね。で、奥はお家かな。結構広いな。結構作り込まれてますね。これパトリシアちゃんじゃない。ブリジットちゃんの部屋って感じかな。はえー。あー、結構お部屋の作り込みもすごいな。あれ、もう一部屋ある。誰の部屋だろう。まあ行きましょうか、次。ここは雑貨屋、オリーブストア。雑貨屋さん、お、作物の種や苗をはじめとした牧場生活に関連するアイテムを売ってくれるお店です。季節に応じて販売される商品が異なります。ここはかなりお世話になるんじゃないですか。で、この人が店主の方かな。あら、結構素敵な声をしてた。アンジェラさん、こんにちは。あなたがブモチね。私はアンジェラ、家族で雑貨屋を切り盛りしているわ。よろしくね。アンジェラさんはね、初めて見た時にね、かっこいいこの人ってなりましたよね。普通に女性だった。で、この人、ジャックくん。いや、何か探しているのかい。そうか、ブモチか。さっき町長から聞いたよ。俺はジャック、雑貨屋の、なんて言うかな、雑貨屋のジャックだ。よろしくな。適切な言葉が浮かばなかったやつ。ジャックくんは恋愛候補の一人ですね。で、他は、いや、家が結構広いな。結構家の中まで作り込まれてて、写真、これジャックくんの写真だったりしないぽいよな。あ、でも今家にいるのは2人だけかな。あ、2階に行ける感じかな。もう2階に入れる。仲良くなんないとダメとかないんですね。あ、でももう先に行けない。熊の写真。ちなみに売ってあるものはここで確認するって感じじゃないのか。これはアンジェラさんに話しかけるのかな。雑貨へようこそ。今日はどんなご用かしら。うん、じゃがいもの種、カブの種、きゅうりの種、ラディッシュ、ラディッシュ
ラディッシュの種。へえ、茶葉。あー、茶葉とかあったな。茶葉とかありましたね。豆の種。小麦。お米。コーヒー。コーヒーも育てられるの。で、オレンジ、サクランボ。果樹もあると。貝葉。あ、貝葉も雑貨屋なんだ。釣り餌。ペットのおやつ。懐かしいな、このペットのおやつとかっていう。カテゴリー。で、ボール。ネズミボール。ジュエリーリング。ジュエリーリング。これは、あれかな。お付き合いするのに渡すとか、そういうことかな。告白のペンダント。青い羽。青い羽はあるんだ。株の種買っておこっかな。株よりジャガイモの方が安いんだ。いくつか買っておきますか。3つ。3つずつ買います。うん、まだお金に余裕あるし。キュウリも買いますか。そしたらキュウリは連作っぽいですね。収穫しても再度育てられる連作作物。合計3回収穫できるとかあるんだ。3回収穫したらなくなっちゃうんだ、キュウリも。はぁ。ラディッシュも買っときましょうか。ラディッシュは単発ものみたいです。ラディッシュが一番安いんだな。はぇ、これでもう大丈夫。材料って何。はぁ、原木とか草とかも買えるんだ。え、ウサギの毛とか買えるんだ。なんでも売ってるじゃん。家具は？キャンドル。シンプルなデスクライト。家を装飾する楽しみもあるってことですよね。できることが多いな。じゃあとりあえず今日は大丈夫です。ありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとうございます。もう種をまくができる。まだまかないでほしい。まだまかないでほしい。じゃあ次行ってみましょう。